ありがとうございました。いい光を見つめて。ありがとうございます。今日だけの歌でございましたけれどもね。はい。二人のコラボ。こんな感じで二人で曲作ったことって今まで。曲作ったのは初めてですね。うん、はい、ね、はい。いやすごいなんかめちゃめちゃなんていうの優しい優しさが溢れてたね。なんか二人のなんていうの優しい雰囲気が。ありがとうございます。なんかあれもう一度なんていうんですか、多分ライブ中に言ってくれはったと思うんですけど。カフェアウェイ。カフェアウェイ。全く今。カフェアウェイ。カフェオレ。カフェオレです。はい、でございました。はい。はい、ね、なんかあのなんていうんですか、テーマをねどう決めたとかっていうのは。まあ普通にも僕のその YouTube の配信終わって、うんうん、特典っぽいのを撮ってる時に。うんうん、コーヒーっていう曲があるんで、あ、なるほどなるほど、僕カフェオレ好きやから、うん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 、カフェオレどうって言ったら、うん、そのまんま、おお、なるほどなるほど、もうこれでいっちゃおうぐらい。いやでもなんかコーヒーとカフェオレってちょっと役割違う感じするじゃないですか。ね、ちょっとなんかこう優しい感じするじゃないですか、はい、カフェオレって、はい、なんかね、でその優しさみたいな甘い優しい感じとこう混ざり合うとか溶け合うとか、はい、でも離れたくないみたいなのがなんかすごいこう、はい、キューンとしましたけど、だから俺書いててカフェオレどんだけ愛してんねんと思ったもん。そうですね、なんかこういろんな意味があるってご飯食べた時に言ってたね、聞いて、うんうん、でなんかやっぱこうライブハウスとか、うん、今日もちょっと行ってましたけど、ライブ中盤の、うんうん、会えなくなった人たちとか、うんうん、なんかそういう、ね、人たちへの思いっていうのもそういう意味もすごく込められてる。だからなんか結構僕のパートそっち寄りにグッて作ったりはしたんですけど、うんうんうん、いい感じでまとめてもらいました。うん、いやとてもないです。なるほどなるほど。はい、ちなみにどこ A メロ B メロみたいな。A メロ僕が A メロで、うんうん、まあ、A と A ダッシュ僕で、うん、サビと C メロです。ああなるほど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 。なんかこうやってコラボして作る時っていうのは何かあれですか？うん、面白かったり難しかったりとかあります？なんか。このイベントがもう何回目でしたっけ？何回目だろう、僕東京でこれ初めて、はい、去年の10月かな、うん、でそっからね、毎月ではないけど、うん、モダンでもね、うんうんうん、結構やりましたよね。店長も貸し借りたり、まあ、そう店長何回だ、はい、何回だ、翔吾さんと、うん、富翔さんと、うん、京都では5回目、なるほど、で東京で2回やってるから、うん、7回目か、うんうん、でだからまあその書くってなった時にどういう感じで書いてるのっていうまず質問と、うんうん、でまあ出だしがなんかこう変に大徳寄りにしようとしちゃったんですけど、うん、僕が、ああなるほどなるほど、でもそんなことなくていいよって言ってくれたので、うん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 、もう僕の生まれたまんまの感じの、なるほどなるほどなるほど、言葉と曲とメロディーと、ね、でもそうですよね、なんかそうやってお互いのあの個性っていうかね、うんうん、色というかがそれこそこう混ざり合ってこそね、こう新しいものが生まれる。そうですね、いや、はい、めっちゃ気に入ってますよ。いやいい、よかった、本当に一日で作ったとは思わない。それはそれがマジですごい ね、 やればできるんやって。それはすごいよ ね、 いね、プロ、さすがのプロやわ。多分大徳くんとポンちゃんのこのなんていうの、2人のこの感覚みたいなものが、はい、なんかすごくバランスが良かったよね、きっと、きっとすごいなんか気持ちよく溶け合ってる感じがすごいします。そうか、ね、歴は長いですもんね。そうですね、うん、なんか語り合ったりするんですか普段こう。だから結構あれですよ、フラットクっていうのもね、僕らやってた時にレコーディングをするってなったら、うん、まあ、1日仕事じゃないですか、うん、には何日かあって、うん、でも相方、僕の相方が撮ってる時に2人に余るわけじゃないですか、うんだからちょっと隅っこ行ってなんか全然音楽と関係ない話したりっていうのも結構あって、へえ、周遊フェスの、うんうん、あの去年の一昨年か、あ去年開始なわけ、そうそうそう、あのファンジェの時とか、うん、忘れ物したとかなんかで、うん、なんかこう二人でドライブしたりとか、そうなんですよ、鳥に帰るのに、そうなんですよ、そうかそうか、どんな話をするんですか。いやもうそれはもうここでは言えない、言えないやつなんや。そうか、僕の中ではこう年下、うん、僕が年上なんですけど、うん、年上やけど、うん、お兄ちゃんみたいな、あなるほど感じですよ。なるほどなるほど、中川家みたいなもんですよ。ほんまや、ほんまや、そんな現実者じゃないですけど、ね
とかね。でなんかだからフラットクになる3人と、うん、コポンちゃんと大斗くんのこの2人っていうのとでまたね、うん、あの濃いあの方がいらっしゃらないと、ね、なんか変わりますね雰囲気が、ね、雰囲気変わりますよね、うん、やっぱりこの面白いですねそうなるとね確かにね確かにね。うん、でもどっかまたの期間が空いてこのイベントがずっと続いていったら、うんうんうん、山形バージョンも、ね、そうそうそう面白いあ そ, うそれねあのめっちゃ考えてるなるほどなるほどハイボールぐらいになるんだよねタイトルがタイトルハイボールもしかしたらねそうですねそうやねそうやでも曲ってあの2人ともねすごい曲作るじゃないですかめちゃめちゃ、うん、あのどっからこのなんていうのあのなんていうのあこれ曲になるなとか曲にしようとか浮かんできたり降りてきたりとかが感じですかどんな感じ悩む大徳は、ね、うまいですよいやいやいや、ね、例えるのがうまかったりするので僕はあんまそういう歌詞が書けないのでだから相方が結構そっち寄りってのとこもあるし何かと例えてこれとこれをかけてみたいなだからそういう部分では真似したいけどできない感じはあるんですけどね、うん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 僕は結構歌詞よりもメロディーが先になんかこう、まあ、ギター弾いてる時とか、うんうんうん、最近やっぱシャワー浴びてる時めっちゃ出たりそうだそうだなんかあのちょっとふぬけてる時リラックスシャワーの粒の中にメロディーが重なってるなるほどなるほどほらまたほらこれで1曲できんじゃん30個ぐらい出口があったらそのうちの1、2個がもうメロディーなわけよ水じゃなくてシャーって音もねそんなそれをあ聞こえてくるわけだメロディーにすごいなすごい才能やなそれだったらもう病院行ったりだから机に座って書かなみたいな時にも、うん、まあ書けるけど、うんなんかあんまり気に入ったものは作れないなっていうのがあるから、うんうんね、ファッとね、うん、もう歩いてる時とかにあいいメロディーだって言ってあなるほど、ね、スマホに撮って、うんうんうん、でそうそうで歌詞はね最近でも本当あれですよ350曲ぐらいになってて、うんうん、もうね言いたいことなくなってきちゃってて、うん、コーヒーの歌詞もなんか言いたいことなくなったってもうなんかそういうまあねそうだいたい前これ言ったなみたいなこのこととか。なるので逆になんか僕はこう抽象的というかね、うん、こう感じたままのストレートなポンちゃんみたいな歌詞が今書きたいんですよ。ああなるほどなるほど。ああなるほどね。なんかもうお互い求め合ってますよ。お互い求め合ってる。お前ね求め合ってるね。ユニット名ね僕でしたっけ？あ僕ない。大ポクン？大ポクン。大ポクン。大ポクン。可愛いな。韓流にめちゃめちゃ可愛いな。大ポクンです。韓流くん。大ポクン。めっちゃ可愛いな。でもめっちゃなんか英語っぽかったですけどねってカーフィーってカーフィーやばいなねえいやぜひでもまた今日は今日だけの歌でしたけど、はい、今日だけじゃなくてなんかねなんかこう比較的にいろいろまたやっていただきたいなと多分お客様もすごく望んでおられるんではないかな、ね、大好評でした ね, ね今日いやなんか今日だけの歌シリーズ最高の好評でした ねなんかね、あのまあこう CD をねこう買っていただくっていう形にはなってるんですが、はい、飛ぶように本当に飛ぶようにね売れてましたね今日ね、ま、データでは発売してますからね、はい、あそうですねお送りしますからね今日の、ライブの模様はツイキャスですね、ツイキャスプレミアでアーカイブで残りますので、はい、でそうか、モダンタイムスのツイキャスですね、今回、はい、でそれで2週間あの見られますので、見ていただいて、曲も確認していただいて、あこれはぜひ手元にね、残したいなという、ね方はぜひ、これはどうしたら買えるんですか、データは。データはね、メールで申し込んでいただいて、でそこからいろいろご案内を、okay. のメールあります。大徳くんのメールに、ねはい、くださいという、ねはい、メッセージをいただければということですね。こちらまでどしどしお待ちしております。2人で歌うことはいつになるかわからないですね。本当ですよ。僕はもうソロで歌っていこうと思ってます。この曲はね俺よ、俺の方を俺の方を歌っていこう。俺の方を歌っていこう。お前ね、カフェの方を歌っていこう。俺の方だからもう大徳バーの、ね、あのパートのとこは、うん歌ってください。歌ってください。ものすごい感じとくって。ものすごい感想長くなりますよ。まあまあね。お前ね。めっちゃ変な間がある。会場ちょっとざわってなる。ざわってなる。歌詞飛んだんかなみたいな。あそこなんかあれあの BD を流してね。AI みたいな。AI で。AI 出てくる。AI 大徳出てくる。最新やな。ね本当
はい、またでもぜひね、こういう機会もこれからもね、楽しみにしておりますので、はい、まあ、もちろんね、お互いプラトさんとしてもソロとしてもラト君としてもたくさんライブやっていただいておりますので、皆さんもね、これからどんどん配信とかね、実際ね、やっぱり行っていただくと、やっぱりそれが一番いいかなと思いますので、足を込んでいただいて、ね、皆さん、お楽しみいただきたいと思います。ということで、今日も本当にありがとうございました。ラタクタコちゃんでした。ありがとう。ランチのメニューを今ですか。そうそう、おまけまさかのおまけけ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 け7種類は多いな。もしくは何やろうね、織姫イコボシとか星とか、あ、まあ、なんか何やろうね、なんかないですかね。なまな、うん、笹の葉、サラサラ、笹の葉、笹の葉食べます、みんな。笹の葉なんやろ。笹の葉そうめんとか、なんかあの盛り付けだけを天の川みたいな感じにして左右に分けるみたいな感じですね。何しよう。だからそうなると天の川なんやろな。でも麺とご飯ってなると女性の方やっぱ多いですよね。あ、そうやね、ですよね。なんかこう、なんかだからカレーライスみたいな真ん中にこう隔てなんかあって、あ、それを超えていくみたいなのがあるといいですけど。難しい。天の川キラキラした、なんかなんか最初の方に何作ったとか覚えてないですもんね、もうすでに。まあね、あ、でもじゃあそのこのオムライスあるじゃないですか、うん、チキンライス、中チキンライス、うん、ああなるほど。だから真ん中でこっちチキンライスにして、うん、こっちをオムレツにして、卵だけにして、あ、なるほど、ね、で真ん中葉っぱ引いて葉っぱになってますけど、あえて分けるっていう、はい、あえて分裂させて、でも一緒に食べたかったら出合わせてね、ストーリーでもいいですけど、そのランチの中に一つのストーリー、物語、はい、なるほどでございます。そうしましょうか。チキンライスとチキンライスとオムレツもうあとはもういつもの店長のいいようにしてください。わかりました。いいようにしときます。いいように、なんかあのウインナーの星型でもいいですよ。あ、なるほど。めんどくさ。ちょっとそういうあのそこにちょっとドラマを、ね、なんかそうですね、盛り込んでみます、はい、決まりました。ということで、次回プラットさんのランチライブ、はい、7月でございます。名前はだから、そうか、名前か、なんか英語でピカピカ、あ、ピカピカにしましょうか。ピカ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 、あ、またタンチ、そうしましょう。ピカピカにしましょう。ただまたピカピカ、ただまたピカピカ、わかりました。いいからこんなんで大丈夫です。はい、じゃあそういうことで7月7日も皆さん待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとう。